こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。今回は東証のスタジオを飛び出して日本橋茅場町にあります東京証券会館ビルの屋上に来ています。エディブル茅場園です。このエディブル茅場園はエディブルスクールヤードジャパンとユニバーサル園芸社、そして平和不動産が運営しています。ということで今回はですね、平和不動産の担当者の方をお迎えしてお話を伺ってまいります。これからの日本橋兜町茅場町の未来についていろいろとお話を伺いながら考えていきたいと思います。それでは今回のゲストをご紹介いたします。平和不動産開発推進部の山中雅之さんです。山中さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ気持ちいいです。ですよね。気持ちいいです。屋上ですからね、うん、東京証券会館ビルの屋上、そして菜園があります。バックにはビル群、言ってみればコンクリートジャングルということになるんですけど、この光景自体珍しいと思うんですね。はい、なかなか見ない光景だと思うんですけれど、うん、なんで改めてですね、屋上にこの野菜を作る菜園を作られたのか、うん、お話しいただけますか。わかりました。私が所属している開発推進部というのは、はい、この日本橋兜町茅場町の、まあ、再活性化プロジェクトを推進している部署になります。つまりこの町を再開発を推進している部署にはなるんですが、まあ、その中で一つここでですね、まあ、新しい都市緑化モデルを作って、まあ、持続可能で、まあ、緑豊かな場所を作れたなという思いでこの場所を計画しました。特にですね、このエリアってちょっと緑が少ないんですね。そうですね。具体的に言うと中央区の緑比率で、実は23区最下位だったりするんです。そうなんですか。はい、でとりわけこのエリアもあまり、坂本町公園という立派な公園はありますけども、こう町としてやっぱり緑が少ない中で、やはりこの緑っていうのを切り口に町づくりできたらなという思いで、この場所を計画しました。エディブル茅場園、まさにこのプロジェクトっていうのは始動したのは、始まったのはもうかれこれ2年近く前になりますね。はい、そこから構想が始まったんですか。そうです。でも2年結構かかりましたね。はい、どのような形で進められてきたんでしょうか。やはりこの春にこの場所が施工してオープンとなったんですが、はい、それまでやっぱりどのような空間を作るか、またどのようなプログラムにするかっていうところで、今回一緒にやっているエディブルスクールヤードジャパン、それにユニバーサル園芸社と、丁寧に会話を重ねて、結果ちょっとこれだけ時間かかったというところはあります。でもそれだけ本当に綿密に企画されてきて、はい、ある意味やっとという中で春から本格的に始動してということだと思うんですけれども、はい、春からここまでの半年間というのはどのような具体的な展開をされてきたんですか。はい、まずはこの場所を知ってもらおう、そしてこの秋に開校する職能スクールのアーススコーレ、これをPR するために、子ども向けのスクールイベントというものを複数回開催してきました。なのでその食育スクールですかのイベントについては、例えば愛、渋沢栄一の有名な愛を育てて、その愛で染め物をしたり、叩き染めですけど染め物をしたり、育てた野菜を収穫したり、そういったイベントをしてきました。参加された方々の反応ってどんな感じでしたでしょうか。やっぱりまず皆さん一様に相当に驚かれますね。この都市部にこんな空間があるんだ、それってやっぱりこの屋上っていう特異性もあるし、このビル群の中にあるっていう特異性、はい、ここにやっぱり一堂に屋上の出入り口を開けた瞬間、歓声が上がってましたね。私も先ほど歓声を上げました。はい、感動しますよね、ある意味ね、うん、緑がある、お花があるっていう、やはりそういう反応でしたか。そうですね。そうですか。ただ子どもたちがこれからさらに参加してくるということになりますね。はい、いよいよですよね、明日になるんですけれども、はい、22日土曜日から
いわゆるその食と農子どもたちの自然学校、アーススコーレが開催ということなんですけれども、この食と農子どもたちの自然学校、ここになんかテーマというかメッセージありそうですね。はい、そもそもなんですけど、この場所をどういう場所にしたいかというときに、はい、冒頭都市緑化モデルを作りたいとは言いましたけども、やはりそこで誰が主役か中心かっていうところが一つ子どもじゃないかっていうキーワードがありました。はい、というのも僕ら投資と成長が生まれるまちづくりというキーワードで再開発やっている中で、投資と成長って誰に、もしくは誰がって考えたときに、はい、それって子どもたちなんじゃないか、つまり子どもたちに投資をして成長が生まれるって、それはつまり未来を投資するのと一緒なんじゃないかなって思いました。はい、もしご存知だったら、よく教育で40年ギャップっていう言葉があります。つまり僕らが教育としていいって思っているものって実は20年前のもので、僕らが子どもの時に受けた教育なので、でも今の子どもたちのため教育って本来なら20年後を見据えなきゃいけない、今から20年後を見据えなきゃいけない、そういうのここに40年のギャップがあるんですよね。今世界やっぱり食料問題とか、はい、脱炭素社会だ、そういった環境問題ってある中で、都市緑化っていうのはやっぱり今後未来を語る上で切っても切り離せないんじゃないかっていうのが一個あるし、今言った未来への投資って誰だっていうのは子どもへの投資だ、ということでこのアーバンファーミングを子どもを中心としてやっていこうっていうところがありました。食というのは、食べるということは本当に自分の命をつないでいくことそのものですし、さまざまな社会を築く上での命、それぞれの命を生んでつないでいく、そこが根本にありますよね。そうですね。そのあたりを子どもたちに伝えていきたい。伝えていきたいです。特にアーススコーレはリブルスクールヤードジャパン独自のカリキュラム、プログラムを通して、はい、特に生きる力を育てるっていうところが根底にあります。はい、これは対食を通して観察したり食べたり、そしてその成長を、まあ、一連のサイクルを経験することで、彼らがその学ぶところは生きる力につながるんだと。そうやって先ほどの40年ギャップって言ったんですけど、はい、これって今も昔も変わんない。そうですよね。備えるべき力だと思ってます。これはいくら近未来の社会になったとしても生きる力っていうのはすごく重要なんじゃないかなと思ってます。その私たちの命を生んでくれ、命をつないでくれている食そのもの、それは言ってみれば一粒の種から始まってるわけですよね。はい、カブトワンですね。カブトワンですよね。まさに、はい、本当にその一つから始まっていて、その一粒の種を植えるところから全てが始まる。はい、ここを実際に子どもたちが体感するわけですよね。そうです。すでに反応とかご覧になったりしてますか？やっぱりまだまだ知らない人多いんですけど、はい、実際にここに足運ばれて、して我々で説明をしますと、こんなプログラムあるんだっていうところは、はい、やっぱり高評価をいただいております。アーススコーレ自体はアメリカのカリフォルニアで26年間の間も築かれてるんですよね。正確に言うとエディブルスクールヤードジャパンというのが、カリフォルニアに端を発しているエディブルスクールヤードプロジェクトという教育プログラムを、まあ、日本で実践している団体ではあるんですが、その彼らの、ノウハウを、まあ、まさにこの日本で初めて一般の方に提供できるスクールというところになっております。そうですか。日本でも、まあ、展開はされてきたんですけれども、兜町では初と、もちろん、ね、都会では初ということになるんでしょうね。そうですね。これまで多摩の相和小学校なんかでは彼らは事業提供をしていたんですが、こういった一般の方が参加できるという意味では、まあ、茅場町に限らず、まあ、全国的にも初めてなんじゃないかなと思っております。今の番組ご覧の方もお話を伺う中で、はい、自分たちも参加したいって思われた方いらっしゃるかと思うんですけれども、
基本的には小学生中心ということになるんですか、あと保護者の方。小学生が、まあ、あの対象で、あ、そうですか。で、あの、はい、まあ、もっと言うと基本的には小学生のみ参加、ね、あ、そうですか。あの保護者の方は、はい、まあ、ちょっとした見学は可能ですけれど、うん、基本的にはあの離れてもらって、この場を離れてもらって、あの終わり次第来てもらうという。そうなんですね、はい、これから明日、あの土曜日に本格開校した後は4回あるわけですよね、はい、コースとしてどんなことを学んでいくんですか、子どもたちは。そうですね、先ほどのお話の通り、あのやはり最初に種をまくところからその植物が育つところを観察、うん、そして収穫して食べる、うん、そこまでの一連のサイクルを4回を通して学んでいくということになります。あの、なんて言うんでしょう、野菜を作るということだけでなく、ある意味算数とか理科であったり国語社会の学びにもつながるということを先週お話ししてくださった、はい、スクールヤードジャパンの、はい、あの堀口さんおっしゃっていたんですけれども、そういう展開になるんでしょうか。そうですね、そうなります。具体的にはどうなんでしょうね、子どもたち、まあ、すでに反応を ね、ご覧になっているということですけれども、また歓声をその都度上げていくんでしょうね、うん、そうですね、期待したいですね。期待したいですね。で、保護者の方々も見学はできるということで。そうですね、ただ基本的には子どもたちのためのスクールなので、うん、はい、まあ、あの基本的にはあの、まあ、見学はちょっと短くで、あの、まあ、離れてもらうというところが原則になりますね。どうなんでしょう、始まってしまうと親御さんが自分たちから離れてしまっても、お子さんたち子どもたちはもう夢中になりますか。やっぱりあのこれまでいくつかプログラムをしていると、やっぱり子どもたちだけでもやっぱり楽しんでいますね、はい、そうですか。それぞれ分かれて作っていくのかな、お野菜ごとに。はい、そうですか。まず多分子どもたちもこの景色を見て意外に思うでしょうからね、うん、そうですね、うん、都会に住んでいる子どもたちももちろん、他の地域の方々も OK ですか。もちろん OK です。そうですか。じゃあもういろんなところから来ていただいてということになるかと思うんですけれども、ではもう自分たちも参加したいという方はまずエディブル茅場園のサイトにアクセスすればいいですかね。はい、そうです、はい、サイトにアクセスしますと、そのサイトの上の方にあります、ジョインアス、はい、仲間になろうという、はい、その箇所をクリックしてお申し込みいただくということになりますか。はい、そうです、はい、対象は小学生で、いよいよ明日10月22日からスタートで、はい、12月17日まで。そうですね、全4回、はい、ということになりますね。これあの4回あるんですけれども、コースになっているとはいえ単発での参加っていうのは可能なんですか。はい、可能なように設定をしております。あ、そうですか。それぞれじゃあ違ったことを学んでいくんでしょうか。はい、そうです。具体的にどんな形で。具体的にそうですね、まあ会によってはあの野菜を収穫して調理というところもありますし、はい、あの、まあ、また別の会によってはその観察を、まあ、よくするというところもあります。あ、そうですか。最初に種を見たときに、このお野菜の種はこれなんだこれなんだというふうに初めて見るお子さんも、ね、うん、子どもたちもいるんでしょうね。そうですね、はい、そうです。でもむしろ大人たちも学びたいですね。あの、そうですね、以前やったイベントはあの親御さんも同伴して参加してもらったものもあるんですが、はい、そうですね、やっぱり、まあ、ここって大人も子ども心に帰るっていうか、ああのやっぱりその 感度というか、そのなんだろうな、見てる限り同じですねそうですか、うん、子どもたちと同じような眼差しで、うん、そうですね、輝きを放ち始める、はい、っていうことですかね。そうなんでしょうね。ですから兜湾、兜町はまさにこと始めの町ですから、はい、ある意味大人も始めに戻るのかもしれないですね戻ることが、初心に戻ることができて、初心に戻る、そうです ね、はい、きっと失っていた何かをまた、うん、
見出して、はい、そこから始めていくっていうことなのかもしれないですよね、うん、はい、そうですか。でも何より子どもたちっていうのは私たちがこれから生きていく上でも大人たちが生きていく上でも必要な社会を築いてくれる、うん、その立役者でありますね、はい、やっぱこの街づくり再開発って言ってもすごく息の長い実は仕事で、10年20年出せると50年みたいな世界の中でそうやって子どもの成長も同じだと思ってて、やっぱり僕は今今年40なんですけどまだまだ成長しなきゃって思うところもあるし、それはまあ子どもも大人も一緒だし、やっぱこう未来に向けて成長するっていうのは大事なことなんだろうなと思っております。日頃視聴者の中にいらっしゃる投資家の皆さんっていうのは、うん、それこそ企業の成長っていうのを、はい、まあ、託してですね、企業に成長を託してで期待を込めて投資という投資行動を行っていらっしゃるんですけれども、はい、そういう意味では野菜を育てていくことも同じでしょうし、町を作っていくことも同じでしょうし、はい、何か成長していくのを見守りながら一緒に歩んでいく、うん、はい、その姿勢というのは変わらないのかなと思うんですけど。そうですね、そのあたり実感されてますか？それはもうとっても実感してます、うん、2020年2月に K5 という複合施設ホテルができて、はい、かれこれ2年半経ちまして、はい、ようやくいろんな方々からこの街変わったねっていう声をよく聞くにつけ、はい、やっててよかったなって思う反面、うん、思うのと同時にですね、はい、まあ、これからもこの成長ってやっぱり気づいていきたいなとは思ってます。本当にここ数年で変わってきましたもんね、うん、街が変わってくると訪れる方々の顔ぶれも変わってきますね。はい、そのあたりも実感されてますか？ちょうど今クイズノックさんによる謎解きイベントを街でやってはいるっていうのもあるんですけど、週末来るとですね、本当に若い人たちが街をそぞろ歩いてるんですよね。これって本当に昔、一昔前は見たことない景色、これをまあイベントではあるんですけど、こういうシーンが作れて本当に感無量というか、やっぱりそのいいも悪いもオフィス街、サラリーマンの街っていうところが主でしたけど、そこに若い人、若い力がこう街の活性化に寄与しているって思うと、やっぱり多様性があってすごく僕は嬉しいですね、はい、今多様性というワードを出していただきましたけれども、多様性って結局おっしゃったようにこれまでの世代と新たな世代の融合でもあるわけ、はい、ですよね。そういった方々が訪れてくれる、そしてこの街づくりの中でお店をはじめ、うん、老舗の伝統のあるお店であったり、うん、そこにまた新たな海外から進出してきてくれている本当に新スポットお店が生まれたり、そのあたりの融合っていうのも本当に美しく融合がこう一つの形になってきてるなっていう気がするんですけど、うん、いかがでしょうか？そうおっしゃる通り、古くからあるお店でもやっぱり今のフルーツさんであったり、はい、大好きですあと、ね、フライが有名な辰巳さんもあったり、はい、ありますね。それってやっぱりその若い方々がやる店舗の人と話してもやっぱり美味しいものは美味しいんですよね。そうですよね、はい、それは若いとかそのなんだろうな、年季が入ってるとか関係なく、うん、でそこがこう、ね、老若男女問わず、やっぱ美味しいものは美味しいっていう、そうですよね、文化っていうかね、はい、みんなで作れるっていうのはいいですよね。そうですよね。だから変化という言葉よりも進化という言葉が多分ふさわしいのかな、うん、今の日本橋兜町茅場町にはその言葉の方が進化の方がふさわしいのかなっていう気もするんですけど、はい、いかがでしょう？進化、そうですね。やっぱり昔を無視して街を変えるってことはできないっていう意味では、うん、昔を大事にしながら、はい、まあ、その良さを維持しながら新しい価値観を生むっていう意味では進化ですよね。まさに伝統と進化
はい、その中でまちづくり再活性化プロジェクトが進められているというふうに思うんですけれども、はい、本当ここ数年で風景そのものは変わってきました、おそらくこれからも変わっていくんだと思うんですね、はい、どのようなイメージをされてますか。まず我々が既に発表しているものとしては、兜町12プロジェクトという、はい、ホテル、特にハイアットブランドのキャプションというホテルで、今建設中なところがあります、はい、まあ、それに加えて他にも当然再開発をしていこうという、部分もございますので、これはもう当然兜1ができて終わりというわけではないです。これからも10年、20年かけてこの日本橋兜町茅場町をより良くしていきたいというところで今進めているところです。最近になって、移動がしやすくなりました。さまざまな社会環境の中で、はい、ですから全国各地からお越しいただくということもより可能になってくるでしょうし、あとはインバウンドですよ ね、 そうですね、海外からの方々も増えていくと思うんですけれども、そのあたりへの期待っていかがでしょうか。そうですね、ちょうどタイミングよくつい一昨日、はい、K5 ホテルのマネージャーの方と話をしてて、やはり国としてインバウンド解禁ってなって、本当に外国からの宿泊者が多いと聞きます。あ、そうですか。でそのマネージャーの方と話して言われたのが、はい、私たちホテル側ですね、私たちはここにホテルを泊まってもらって、そしてこの日本橋兜町茅場町の良さを知ってもらいたいんだって言ってました。そのためには今我々でいろんな店舗オープン、してきましたけど、そことブリッジングつないでですね、やっぱりあそこに美味しいものがあるよ、ここにもこういう美味しいものがあるよ、ハブのような役割をして、ぜひそういった海外の方にもこの兜町茅場町の歴史も含めてですね、良さを伝えていきたいっていう話はちょうどまさにしたところでした、ま、そうですか。さまざまな関係者の方々がそういった期待を持っていらっしゃるし、一生懸命関わってくださってるんですね。そうですね。K5 このホテルもミシュラン星付きですからね。そうです ね、 ね、海外の方々含めて本当に注目の素晴らしいスポットですし、さまざまなレストランも海外の方々にも楽しんでいただける、味わっていただける、そんなお店増えてますね、はい、よく行かれますか。そうですね、朝はK5 ホテルにあるスイッチコーヒーでコーヒーを買って、おしゃれですね、出勤して、はい、お昼はカブトワーに入っているカビートで、はい、スパゲッティを食べ、そして帰りしなヒューマンネイチャーでワインを一杯飲んで帰る、なんていうんですかね、カブト町にいる時の食生活は全て店舗で賄いちゃう、はい、そうですよね、いろいろありますからね、はい、種類もね、いろんなタイプのお店が、はい、だから楽しめますよね。ちょっと私もですね、真似したくなりましたこれからはもっとですね、本当に人の移動もしやすくなりますし、さまざまな方が訪れやすくなるでしょうし、私自身も兜町で過ごす時間が増えてくるかと思いますので、この再活性化プロジェクトの中でまちづくりが行われていくこの日本橋兜町茅場町で、私自身も楽しみながら、はい、毎日過ごしていきたいと思いますし、あと何より変わっていく風景ですよね、うん、その風景も、ああこんな風に進化していくんだなって味わいながら共に歩んでいけたらいいなというふうに思います、はい、本当に期待してますし、楽しみにしていますので、またその都度この番組にお越しいただいて、はい、どんな展開をされているかお話しいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、今回のゲストは平和不動産開発推進部の山中正幸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。